同じもの操れるだろうか。母上の曲も日差しのようであった。どのような調べだったか。いつまで耐えればいいんだ。フカ、俺の正体を天蔵から聞いたな。石膏が回ってる。見つかるさ。ジン、大高族を見つけた。不可の手はずは。仲間を谷に集めた。あとは誘い込むだけだ。行くぞ。石膏のところへ。大高族を見張ってる。俺があやつをおびき出す。あんたが狙いだと聞いたが、毒当たりの侍にどんなようだ。俺を樹脂に変えたいらしい。はぁ、境砦での猛虎兵からそう聞かされた。毒を飲まされたんだろ。霊薬とやらは飲めば毒になるが、
樹脂になるための儀礼だそうだ。まだ幻は見えるか。ああ、ひどくなる一方。いずれ狂い死ぬ定めとも聞いたのではないか。天蔵、こっちだ。奴ら侍を求めて島中を探し回ったら。大鷹もいるか。あいつは税を止めてそれから鷹を飛ばしてた。見つかってないぜ。見渡してみるぞ。目印は兜。難しくはない。いたぞ、大鷹だ。どこだ。いないぞ。よく見ろ。見られた。逃げろ。ようやく見つけた、酒井仁。八方を探し回ったぞ。目を覚ませ。我が花向けを受け入れ樹脂となるがよい。あれは毒だ。我を拒めばこの地で果てる。父のように。おのれ、どこだ。天蔵、大鷹が逃げた。探せ。聞いた兵が決まっておる。待ち伏せていたが、大鷹はいなかった。なら、どこだ。どこにおるのかの。静まれ。この島のいずこが心を引く。再び相対すべきところはどこだ。もしや戦場谷だ。父上が殺されたところ。負荷が危ういぞ。大鷹を侮っていた。あんた、まさか樹脂になってないよな。俺たちを裏切ってないよな。疑うな。砦で毒を飲まされた時、あやつが別人に見えた。その時明かした、かつてのお前らの策を。谷でのこと知られてたのかよ。俺らが味方して、何か企んでると気づかれたんだ。出し抜かれたが、まだ負け戦ではない。奴ら次から次へと部下が殺される。アクサハトゥン、どこだ。見ているのだろう。出てこい。Thank you.
あいつら不意に現れた。何があった？それは後だ。大鷹を見たか？大勢を率いて手下を殺しやがった。隠れ家に引き返そう。この気を棒に振らんぞ。この地で大鷹を倒す。これだから強情な男は。行くぞ。聞きな、大鷹狩りを続ける。谷を進め。手遅れだ。戦は終わったも同じ。誤ったな。父も嘆いておろうぞ。そうかな、またしても誤ったのだから。失っておるな。この戦も幻やもしれぬぞ。ジン、しっかりしろ。平気だ。酒井ジン、再び会えた。大鷹、本物か。父の今はお忘れたか。骨が砕け血が流れる様見ておったであろう。幼かった。侍がそれを言うか。故に求めに耳を塞ぎじっと隠れておったのだな。生きてるか。いや、構うな。
くやつだ。大鷹を追い詰める。体はどうだ。声が聞こえるだけでなく今は姿も見える。この場所が悪くさせてんだろうな。この場所が悪くさせてんだろうな。いよいよ疲れたのではないか。来い、安らぎをやろう。黙れ、切り殺してやる。ジン、正気に戻れ。己が恐怖するもの、それは谷中に響いた断末魔の叫び。その苦しみ払ってやる。地獄に落とすぞ。分かっておろう。大鷹は東だ。俺を待っておる。あんたの勘には二度と頼らない。一人で行け。あたしらは別の道だ。俺はジンと行く。助けてやりたい。二人とも死ぬな。その傷がうずく知恵と入れよ。癒してやるぞ。静まれ。ジン、お前は戻れ。今さらだ。この場所は父上が死んだ地。
霊薬がこの地へいざなった何故であろう。己を下すためだ。いな、癒すためだ。幾とせも見やらずにいた生傷が霊薬によってさらされたのだ。誰が望んだ。あれは毒に過ぎん。常闇に囚われてはならぬ。蒼天の国へと魂を飛び立たせるがよい。守るべき民を見下げるなど少子。父をほふった民でさえも。ああ、差異はない。過ちだ。天蔵は他を、俺は大鷹を撃つ。の人くずにほだされておると知れ。であった戦人として面目ござらぬ。わしに家にだ。堺の家名は怪我された。息の者は我らを鬼だと。時としてなさねばならんのだ。鬼となってもいたわしかったな。いずれもされど大事なこと。それは戦場での話。親子は大事ではないと。あれが死んでから息子をどうすればよいのか途方に暮れた。ゆえに武士として育てた。
もうよいか。やれ、やるべきことを。亀への恥をすすぐのだ。仇を。切らんか、ふぬけ。切らぬ。俺は父上ではない。あなたは好きに生きた。あの死もあなたの咎。己が先祖の裁きを受けるであろう。必ずや。死ぬのが衆生のためだ。無事か？平気だ。お前はまだ聞こえるか？
すまなかった。もうよい。これで落着。不可の奴にも知らせなきゃな。行け。後で向かう。待たせるなよ、ジン。闇に隠れ、手を伸ばしたるテテギミも、煙となりて天へ昇らん。
げ。さあ、刀すらないんだ。だからといって命の恩人を見殺しにはできないだろう。侍だ。あんたの飯はないよ。悪いな。元よりもらう気はない。大高族に襲われたようだな。皆無事か？道春様のおかげでね。野営の世話をしてくれた。だが俺たちを守るため猛虎に連れてかれちまった。どこへ行った？わからねえ。探してるところだ。手を貸そう。己を投げ捨てられる稀有な男だ。小仏なら何か知ってるはずだ。夫が衆を率いてる。道春を探しておる衆はどちらへ行った？さてね、私の知ったことじゃないよ。民のため猛虎に従ったのだぞ。頼んじゃないさ。あの人がいなけりゃこれからは飯はなしってことだ。他へ移ろうかね。こりゃ驚いた。侍を見たのは15年ぶりかね。最後に見たのは坂井家のものか？そう、あの襲来以来奪えるものは残っちゃないよ。猛虎のせいでね。道春という御坊を助けたい。そうなの？今夫らが探し回ってる。猛虎を追って橋の方へついといで。お主は残れ。荷が重いだろう。手伝いたい。道春様には世話になってんだ。こっち。さっきは疑っちまったね。すまなかった。たくさん失ってさ。その腕も戦で幼子にとっては甚だ辛い傷だったであろうな。馬屋に侍が逃げ込んでね、飯をやったんだ。父に見つかって腕を切る。敵を施した腕だってさ。むごいな。重すぎる罰だ。父は正しかった。次の夜侍が戻って皆を殺し回ったから。それからは道春様が親代わり。こうして生きてるのはあの方のおかげなの。
れは何だ。人が切られておる。まさか。待て、俺が見る。心地が悪い。深く息を吸え。初老の男だ。六郎、八重の新参、夫と一緒だった。ワコードだ。顎に傷がある。金次だね。妻も子もいるのに夫は逃げたのかね。すぐに猛虎を見つけねば。米だ。お主の野営のものだな。そうだね。残らず奪われちまった。後をたどろう。さっきの私の問いにまだ答えてないよ。夫は逃げたの？今は黙って走れ。そうだね。でも足と腰が。我慢しなきゃ。道春様のためだ。それに夫のことも放っておけない。見つけ出そう。私が夫婦になるなんて思いもしなかった。東郷といると何でも叶った。それなのに。静かになるまでここで待て。山におるぞ。様子を探ろう。そうだ、道春様。縛られておるな。じきに切られる。ああ、東郷、怪我してる？わからん。我らが気づかれれば殺される。頼むよ、二人を助けて。両方は助けられん。近づけば猛虎に見つかる。そうなればどちらかなんて選べない。やれることはしよう。
めだ。終わったのか。あんたは命の恩人だ。礼は妻に言え。あんたのおかげで助かった。でも野営の奴らが、道春様の施しがなけりゃ生きていけない。他に頼りとする場所は。今は動けないことに私は身持ちだから。まことか。なんとかなるさ。野営に戻ろう。家族で支え合って暮らせ。達者でな。恩に着るよ小仏。道春様を埋めてやろう。手を貸してくれ。
で。弓を見せてごらん。強くしてやる。生倉で戦うつもりか。人を守りたいならせめて鎧は整えなきゃね。旅のお方、陸にはくれぐれもご用心くだされ。何の話だ。黒手の陸、かつて息を苦しめた海賊の船長が墓穴からよみがえったのですよ。黒手の陸、海で死んだと聞いておるが。さようです。柏と申します。わしも黒手の陸の手下だったのですよ。しかしあの夜のことは今でも夢に出てくるほど。お侍が何か言いたいみたいだ。不可、天蔵、達者のようだな。大鷹が死んだからね。よく励んだ。己が死ぬことよりも父が嘆く方がずっと恐ろしかった。父ではなく自らを生かしたことを悔やんできたが。ありがとう、ジン。寺で争いだ。そうか、危ない。
走れ、かけ。我が故郷、大宮。急ぎ戻ったぞ。久しいな、ユリ。お疲れのようで。飯の支度を。飯は結構だ。
猛虎勢が村を通ったはずだが、変わりはないか。毒が来たのに私が追い払いました。父上の鎧を取りに戻った。菰田ではお使いにならなかったのに。あれからいろいろとあってな。鎧は隠しております。さあこちらへ。ああ体が重い。太一に取ってこさせましょう。墓地にいるはず。そこで何を。土を鳴らし毒草の世話をさせています。毒は良いネズミよけになるのですよ。一人ではないのだな。志村様はご双剣で。ああ、猛虎に捕らえられていたがお救いいたした。ああ、どなたか他に手を貸す者は。おるぞ、政子殿だ。まあ幼き頃からおのこと稽古していましたからね。いつか司祭を聞かせてくれ。政子様だけですか。他には石川先生も。もう何年も無沙汰しております。相変わらず尊大なお振る舞いなのですか。ああ、未だにな。だが弓の腕は別格だ。ご本人もいろんないかと。酒井様、お戻りで。急ぎなのだ。百合の世話をしてくれておるそうだな。世話されてるのはこちらの方です。太一や、鎧を持ってきておくれ。頼む。俺は墓に参ろう。申し訳ありません。と解いて玉のを消えて遠ければ我の身一人残りおるなり。
ジン、手を貸さんか。お前は死ぬのが衆生のためだ。どうした？いえ、ただめまいがしただけ。今若様がてっきり。出てこい卑怯者め。中へ入れ。ふぬけばかりか。また槍川が面倒なことに。槍川の反乱は二昔も前、あやつらは猛虎の手下だ。そうでしょうとも、あのような戦いぶり、まこと恐ろしい。休ませてください。湖の木へ参ろう。ええ、ぜひ。毒草を育てていると言ったな。ネズミよけでございます。量を増やせば人も殺せるか。人に使うなど。どうなのだ。強力な毒はひどいものです。うん。ああ殿、しばし座りましょう。堺の者は毒など使いません。猛虎と戦った堺がいようか。使える手立ては使わねば。これ以上の犠牲は払えぬ。猛虎が若様を変えたのですね。この世が変わったのだ。母から教わったのは薬草と死にすら至らしめる毒草。食べさせねばなりませんが、いかにして毒を盛るのです。吹き針を使う。唐国の僧がある源氏の武者に伝えた武器だ。どうだ百合。良き心を失われますな。もちろんだ。お生まれになる前から仕えてきた身です。断れましょうか。まずは筒の素材がいるな。ああ、それならば川下の辻に足が生えていました。昔足を束ねて小さな船を作りましたね。龍蔵とな、ひもすがら壇の浦の戦ごっこをしておった。ご用心、あそこにはもうこの野営がありますゆえ。案ずるな、足を取ってすぐに戻る。さ、早く足を。
ここへ。先人だ。
吹きやすそうだ。ユリに届けよう。
ただし様、若様、ただお一人で。ユリ。若様、失礼いたしました。殿のことを思い出しておりました。俺は忘れたい。殿なりの情があったのですよ。もう良いだろう。吹き筒と針が揃った。あとは毒だけだ。では参りましょう。こちらへ。どうぞ。薬草を育てるために作った小さな野営があります。そして毒草も獅子をも殺す強さ。猛虎を殺せる強さにしてくれ。様と遠出できるとは。馬の乗り方を教えてくれたな。あの子馬で。若様は姿勢よく蔵にまたがって将軍様のようでした。どうしたのだ。若様はここで志村様を殺めかけたのですよ。何。確か3つか4つの頃、志村様が子たちの扱い方を教えてくださっていたのに、若様は蝶々に夢中で。思い出した。叔父上の目を打ったのであったな。志村様と殿は息ができぬほど大笑いされておりました。父上が笑ったとはな。お母上が病になられる前は若様にも笑いかけておいででしたよ。こちらです。ご座と焚き火、野宿するのか。いろんな薬草を探す時だけです。では毒草を集めましょう。休んでおれ。俺が積もう。種は毒です。子供扱いはするな。花を送られましたね。母上は綺麗に飾ってくださったな。それで十分。こちらへお持ちください。待たせたな。いいえ、まず種を抜き取り、身を砕き、糊状にしたら針を浸します。効き目は強いのか。納得いただけるかと。できました。この道に合ってるのか。母さんの野営がこの辺りにあるんだよ。若様、誰か来ます。そこにおれ。毒の効き目を確かめるか。あの侍、わしらの仲間を殺し回ってる。Thank you.
あいつの首を取れば褒美をたんまりもらえるな。もう近いか。方角を調べてみる。このどこかだ。急げ、逃がすわけにはいかん。どうかじひよ。お怪我はありませんか。案ずるな、始末はつけた。若様は成人でいらっしゃいましたね。俺もたまに忘れる。そろそろ屋敷に戻ろう。その前にこの場所を片付けましょう。あまり無理をするでないぞ。まあ子供扱いとは、老体のできることは心得てます。他の毒も作れるのか。全く落ち着きのないお方。もう一つございます。混乱と怒りを起こす毒が。しかし素材は何だったでしょう。思い出してくれ。役に立ちそうだ。何だったかしら。赤くて落ち葉。いえ、花びらがあったはず。ああ、お花だ。ああ、違う、思い出せない。ああ、母上がいらっしゃってくだされば。若様、何か召し上がります。飯は結構だ。だが毒がいる。何から作るのか教えてくれ。花でございます。覚えておいででしょ。私が墓所で育てていた花。掃除したのは覚えている。父上に何度も水を汲みに行かされた。鍛えていらっしゃったのですよ。お体と祖先を敬う心を。花を覚えていらっしゃいませんか。彼岸花か。そうでした。どうぞ。十分な量があればネズミを狂わせるような毒を作れます。お互いを殺し合う恐ろしい毒を。大義のためだ。人にも効く強さにしてくれ。はあ、若様がそれほどおっしゃるなら、どこで花を詰めるかよく覚えております。行きましょう。この森覚えがある。子供の時に来たような。お母上の末後に。母の死を受け止めきれずこの森へ逃げてきたのだ。お母上はここがお好きでしたから。日暮れまでずっと母を探したが見つからず迷子になった。三日も行方をくらませて、お父上が見つけた時は虫の息。父上はお怒りであったな。若様を守れなかったことへの怒りですよ。幾度も戦場に立たれたお父上が、あの時ばかりは一人息子を案じてどうしない、よもすがらご捜索を。もうすぐ墓所に着きます。
お父上がクロードのことを聞かれたら、叔父上のように咎めるであろう。さようでしょうか。殿曰く志村様は頭が固すぎて本質を見極められないお方だと。殿は心が豊かでした。心が豊か、父上が若様も同じでございます。待て、死者を汚すとは。ここにいろ。加減はせんぞ。
追い払いましたか。ああ、彼岸花を探してよいぞ。どうしてここで探すのです。お主が植えたのであろう。ああ、ここではありませんでした。はあ、久しぶりなもので。他の墓どころでしょう。大場君のご一族のすぐ近くです。ユリ、覚えておるか。確か俺が6つの頃、この森の悪夢を見たことがあった。夢ではありませんよ。怯えていらっしゃったので嘘をつきました。まことか。男が叫んでおったな。あの夜、従者と館に戻っていたところ、賊に襲われたのです。賊とは穏やかではないな。従者は震えておったろう。ええ、ですが殿のお姿に。父上に？なぜだ。老頭と共に賊を追い払ったのですが、すぐさまお一人で追いかけられて、その後遠くから悲鳴が。夜明け前にお戻りになられた時は全身が血まみれ、殿をもののけと見まがう者もおったほどです。この湖に見覚えは。よく座禅をしに来たな。落ち着かなくて。お前は岩になれと申したが、俺は泳ぎたくてな。岸からの眺めは格別です。若様、こちらへ。この老体を休ませてください。今じゃ騒がしいのは私の方ですね。この湖には良き思い出がたくさん詰まっております。騒ぐこの相手との。母君が若様を身ごもっていらした折、よく散歩に。そろそろ行かねば。元服されてもまだ岩にはなれるのですね。また座禅に来よう、戦の後で。ええ、若様。そろそろ墓です。幼い頃は長い道のりだと思ったが。墓を壊した上、先達の魂まで怪我しおって。見ておられません。ほっ、黄泉にいるおばうえも嘆いておられよ。槍川の乱で死んだ勇士らの墓に、かような仕打ちとは。これぎりしかなかった。毒をこしらえるには十分ですが、これでお別れと思うと。志村家の墓所が近いな。滝の見えるところです。さあ参りましょう。
ただし様、楽しき遠出にございます。ただしと言ったか私が乗馬姿がそっくりですから。父上と出かけておったのか。馬の乗り方を教わっただけです。前方猛虎がおる。お待ちを。毒をこしらえてみましょう。どのような毒だ。恐ろしいものです。人を獣に変え、仲間すらも容赦なく殺すようになります。よし、頼んだ。急げ。毒ができました。こちらを。私はここに。
賊は根絶やしにしたはずでは。賊ではない、猛虎だ。あら、ここからでは見えませんでした。どうしましょう。志村家の墓所が心配です。調べていただけますか。遠慮は無用だ、見てみよう。ユリ、疲れたか。大事ありません。あなた様と湖で過ごした日を思い出します。何の話だ。俺ではないぞ。あ、大昔のことですから、お忘れなのでしょう。を免れたのですね。若様、覚えていますか。ここに眠る志村家のご先祖を供養した後、午後には和歌を読みましたね。ああ、覚えておるとも。一つ読まれては。だけれど永遠に流れる水ならで、聖あるものはすべて犬とは。お見事な歌です。誉れはいつか消え去り、たけき者も必ず滅びる。近江に戻ろう。私は残ります。言っても聞かぬか。若様、賢くなられましたね。志村様は城に執着しすぎだと忠様はおっしゃっておりました。対馬の要だからな。力とは山のごとく大きく不動のものだとお考えなのです、志村様は。確かに決断が鈍れば兵は乱れるのみだ。戦の最中、大将は何事にも動じず強くあらねば。なれど滝をご覧あれ、動かざる岩はすべて水に削られる。力は我らの周りにございましょう。もう一つだけご一緒したいところがございます。また後ほど。失礼を。風が冷とうございまして。ユリ、病か。まさか。とんでもない。赤島に参ろう。クスシがおる。他に参るべき地がございます。
どこだ。近くにございます。クス氏のもとへはその後に参りましょう。わかった。だが病ならば進路を赤島に変えるぞ。承知いたしました。相変わらずお厳しいこと。参りたいとはどこのことだ。それは言えないのか。秘密にございます。どこなんだ。ユリ、せくな。覚えがありますか。確か湯の近くであったな。ほら、あそこ。近くに参りましょうか。なんと美しいこと。ああ。なぜここに。お怒りですか。お連れすべきではなかったのですね。下せぬだけだ。ああ、見てはおられぬのです。ご家族のことで悲しみに暮れるあなた様のお姿を。ユリ、どうした。いえ、いえ、何でも、ええ、大事ございません。いつ飯を食った。確か昨日かと。ここにいろ、何か取ってくる。子供扱いは嫌です。頼むユリ、しばし休め。承知しました。ほんとお優しいこと。すぐに戻る。獣がおればよいが。ユリが待っておるな。食わせてやろう。ユリ、ユリ、馬がおらぬ。いずこへ。
粉と薬草、この先だな。ユリの馬だ。近くにおる。道にその迷ってしまいました。どうしたのだ。亡き母が手を振っていたのが見えて追いかけたのですが。村に戻ろう。いや、母の墓に参らねばならないのです。それはならぬ。どうかこれまで仰せつけを守ってまいりました。私と共に母の墓にお参りください。いいだろう。無理はするでないぞ。恩に来ます。母に連れられてよくここに参りました。植物の知識もここで。それで母親の姿。ほどなく着きます。かどころ。ああ、我が一族のものです。しただし様、あれは病の若様を抱えてあなた様が私のもとにいらっしゃった夜のこと。奥方様が亡くなったあとでした。ただし様、いかがなされました。聞いておる。母直伝の煎じ薬を若様に飲ませ、一晩中そばにおりましたでしょ。私の手を握りながら、覚えておいでですか。ああ、覚えておる。あの時若様が苦しむ中、悲しみを覚える一方で嬉しい気持ちでございました。浅ましい女でございましょう。いや、若様の病が癒えた後、あなた様から馬を習い、あの温泉に行きましたね。赤々ともゆる夕日が
目の前に広がり、私はとても。申してみろ。私はとても幸せでございました。様、何が見えますか？金田の木。いつも城におられますね。確かにな。多くのお勤めでお忙しくて、共に過ごした楽しい時もなお物足りなく思うのです。あれは櫛の寺、塔が見える。よく詣でに参っております。殿と若様と家族のために。良き乳母を持って陣は家宝物だ。槍川への道がよく見えるぞ。あの戦のせいで全ての家が不幸になりました。だが滅んだわけではない。そなたには何が見える？ユリ。休むがいい。力は我らの周りにある。栄えた者もやがて滅びる。あたかも風の前の塵のように。疲れたか？よし！僕は己の腕の…おお、酒井、よくやったな。お前の働きで城を奪えるだけの兵が集まった。後ほどユナにお会いください。褒美の支度は済ませてある。本土からの遠兵が直島に着く。だがその前に早馬が届いてな。石膏がハーンの下地を手に入れた。竜像に当てたものだ。菅笠衆が我が陣に攻め入るようだ。
龍蔵は今どこに？この近く、高野山。お前が行かずともよいのだぞ。かつての友です。私が切らねば。では任せよう。こちらは戦支度を済ませておく。ユナも来るやもしれぬな。あそこの神社、もう手に入りにくいものが揃ってますよ。また頼むぞ。全部は無理だからね。何を置いてきゃいい？いろんなもんだよ。家事の道具は。行くのか？志村様のおかげさ。明日の夜明けには船を出せる。今一度力を借りたい。龍蔵が高野山砦に潜んでおる。無理だ。悪く思わないで。こればっかりは頼みを聞けない。腹を空かせたまま必死に金を集めてきたのは本土で生き直すためなんだ。棒には触れない。急に立たずとも、龍蔵を撃ってから出立すればよかろう。これはあんたの戦だろう。巻き込むな。私は鷹と新しい地で生きていかなくちゃ。ならば止めまい。面倒をかけたな。礼を言う。安らげるよう願う。あんたも。酒井様。ユナの言うことを聞き励むのだぞ。はい、ではお達者で。夜陰に紛れて一人で撃つさ。待っていろ、龍蔵。志村様の城が奪われた。もうほどに通りなどない。
高野山砦で裏切り者の住処。砦を探るか。さばっておれ。お待ちを。し、見つかるぞ。お一人では無謀です。姉さんが行かないならせめて俺が。これは戦なのだぞ。共に立ち上がり島を守ろうと誓ったではありませんか。でしょう、クロード様。モーコとは戦わせぬぞ。もし何かあれば。ならば敵の目を引きます。幾人か連れれば戦いやすいでしょう。わかった。ただし追われたら直ちに本陣に逃げ込め。決してしくじりません。ではそろそろ行くぞ。こっちだ。ついてこい、汚い野良犬ども。志村様に所在を告げてやる。お侍が押し寄せてくるぞ。よくやった。無事に陣まで戻れ。竜蔵はおらぬ。おそらく門の向こうか。
待ってたんだぜ。なぜ来たか分かるな。ああ、居所はあえて漏らしたからな。ハーンと会ってくれ。聞く耳は持たん。よくも裏切ったな。島を守りたくないのか。切り合う意味なんてないんだぞ。いや龍蔵、意味はある。酒井様、酒井様、目を開けてください。タカ、なぜだ。あまりに遅いので、何かあったかと思い助けに来たんですが、見つかってまずい、逃げなければ。ここで死ぬんでしょうか。諦めてはならん、縄をほどけ。少しでも緩まれば。喉が渇いたろ。馬乳酒、馬の乳の酒だ。我が愛馬のな。昨日足を折ったゆえ兵に食わせてやった。情けより実を取る。我らは似ていると思わんか。俺は武士だ。いや、一介の武士ではなかろう。クロウドだ。下るよう民を説き伏せろ。さすれば兵を引く。己に従う気はない。その言葉、志村からも聞いた。戦が終わるというのに。もうこの傀儡にはならぬ。誉れ高き一族の中で日陰の身となる辛さ、よくわかる。英雄となるべき我らがその機会すら得られぬ。クロードは英雄だ。聞いたか。民は己に従う。
なぜ救ってやらんのだ。同士討ちをさせる気か、竜蔵のように。だが無駄だ。さすがはクロウド、こやつの身は案じておらぬか。殺せ、逃がしてやる。また選ばせてやる。今度は過つなよ。どこだ。殺してやる。侍、覚悟するんだな。逃がしはせん。鹿の敵は。
持って償え。ああ、何かいるぞ。何の音だ。お前も切れる。ハーンと竜蔵を見かけた。タカはどこ？いるんだろ。あんたを追うってフミがあったんだ。どこなの？なんで？嘘だ！タカ！ユナ、待て！タカ！なんで言っちまったのさ！私に黙って！
ルシに追いつこうとしたのだ。クロードに憧れてたからだ。どうしてついていかせた。戻るよう言ったが、どうしてもと聞かず。この子らしい。行くぞ。ここには置いてけない。中は終わりだ。あとは龍蔵を殺してやる。ハーモン、今は次に備えよう。鷹を埋めなくちゃ。手伝おう。鷹を巻き込む気はなかった。すまぬ。いい暮らしをさせてやるって誓ったのに。悪いのは私、あんたじゃない。違う。ハーンや龍蔵、島を奪った猛虎のせいだ。生かしてはおけぬ。鷹の仇を討つぞ。島を出る理由はもうない。行くあてもやることも。だから残る。戦うよ。まずは本陣に戻りしばし休め。後で会おう。鷹の最後
どうだった？物の筆あったぞ。